俺の話を聞けって。俺の話を聞いてくれ。今回は私がお話を皆さんにさせていただきたいと、このように思います。私はこの度衆議院の外務委員会で竹島問題に関する質問をさせていただきました。この模様は私のホームページにも動画で公開いたしますから、ぜひご覧になってもらいたいんですけど、皆さんにその、ね、概要をお知らせしたいんです。今竹島、これが竹島の現況です。ただの岩のような2つの島で成り立っています。でそこにヘリポートができていて、そして東大森やそれから韓国の、海洋警察という人たちが駐在しています。大体全体で50人ぐらいいると、こういうことです。でこの島は歴史的に、見ても、ね、間違いなく日本の領土なんです。過去に、この竹島を韓国が自分たちで使ったというのは歴史的にもないんです。でそのことはこの竹島のパンフレット、これは外務省のホームページに PDF で取れますから、ここに詳しく書いてありますから、ぜひこれご覧になってもらいたいと思うんです。でこの竹島は日本の領土であると、そして韓国が不法占拠していると、これ外務省のホームページにも出してあるし、日本政府の公式見解です。今日私が外務委員会でまず岡田大臣にそのことを基本認識ただしました。竹島は日本領土であると、しかし韓国が不法占拠しているということをどうしても大臣は言わないんです。日本が実効支配しておりませんとは言うんです。だからそれは韓国が不法占拠してるんですね。そのことについてついに岡田さんは今日自らの言葉でそのことを語りませんでした。従来の政府の見解通りでございますとか、そういう言い方はします。でも韓国が不法占拠してるということを自分の口から語ろうとしないんです。何があるのかと。そしてそこで私が今日問題にしたのは、この韓国竹島のこの韓国が作ったヘリポート、これがもう30年経って、老朽化しているということなんですが、これがそのこの2月にですね、この契約があり、このヘリポートの改修工事がこれから行われると。日本の領土ですよ。勝手に他国が不法占拠して、そしてそこにこういった工作物を作っている、これも許せないけれども、しかしこのヘリポートをこれから工事をして補強するんだと、今よりも倍の大きなヘリコプターが24時間離着陸可能になるという状態で、この竹島の実効支配をさらに強化するために民主党が政権を取った今のタイミングで急に韓国がやりだしたんです。そしてこれだけで終わらないんです。このヘリポートが予定では9月に工事が完了するんだそうです。でこの9月にこのヘリポートの補強工事が終わったところで、今度はこの竹島の北西側ですから韓国寄りになりますが、韓国側の1キロの場所に海上に海洋科学基地を作ると。それはこれ東シナ海のガス田なんかにも作ったのリグのようにですね、この水深の浅い暗礁を探してこういう洋上にですね基地を作ると。でここで海洋科学調査をやると。しかしそれはもう完全なここにですね、さらに今まで以上に人が駐在できるようになり、レーダーの問題だとかいろんなことに使えるようになります。科学的な実用性も高まると思いますが、何よりも EEZ のですね、排他的経済水域のこの確保がさらに強化されると、そして竹島の実効支配が進化されると、このように韓国側で、この言ってるんです。でこういう新聞記事が1月3月と出てるんです、韓国側で。これは韓国の記事を我々で情報が入ってきまして和訳したものなんです。でこれを外務省は知ってるのかと。でこれを知っていたらどうするんですかと。
辞めさせなければなりません。今までこの竹島に関わる問題は、例えば平成18年19年にはこの竹島周辺のこの水域の海域のですね、海洋調査、これをやる韓国がやることにだって日本はダメだと、日本の主権が主張している地域で勝手に海洋調査は認められないんだということで、私はその時も外務委員会でですね、この問題をきちっとやるべきだというので質問をして、そして日本と韓国の大臣同士の、当時は麻生外務大臣と今国連の事務総長をやっているパン・ギムンさんです、大臣同士がもう話をして、そして事務次官同士で協議の場を設けさせて、そしてこの韓国が一方的に自分たちだけでやる海流調査は認めないと、代わりにこれはね、科学的なものでもあるんだから日韓で共同でやろうじゃないかということで2年かけて落ち着いて、今はその共同調査がずっと続いてるんですよ。それから韓国でこの地方選挙の不在者投票をやることもありました。これも大きく抗議しました。さらには韓国が勝手に竹島の切手を発行した時もあります。逐一この竹島で動きがあれば、私たち日本国政府はこの竹島は日本の島であって、主権のね、我々が主権を主張しているところで勝手なことをするなということを逐一抗議もしてきたし、場合によっては外交ルートで協議してきたんです。しかし今度の鳩山政権、鳩山総理も岡田外務大臣も出かけて行って韓国で大統領や向こうの外務大臣たちと会ったり、いろんな日本にも来てます。さらには国際会議の場で日韓のですね、この首脳会談というのをやってます。今まで一度もこの竹島問題の竹島の他の字も出したことがない、それが今日の委員会での岡田大臣の答弁でございました。そして2月に岡田さんは韓国に行ってるんですけども、その時点でこのヘリポートが改修されて、そして竹島のそばに海洋科学基地ができるということを知っているにもかかわらず、一言もこの問題を議題に出していない、韓国との話をしていない、そしてじゃあ一体日本政府は何をしてるんだと、いつ知ってどのように抗議をしてるんだということを私が正すと、外交上の案件なので個別案件については申し上げられない、そして韓国への配慮もあるからそれはお話できませんと。今まだ竹島のこのヘリポートの改修は設計が終わってますが、どうやら工事はまだ始まってないそうです。まだ冬ですから波が荒いですからね。ですから今ここでこの問題、日本がメッセージを出さなければ、そして日韓がこの問題で協議の場を設けなければ30年ぶりに回収するんですから、そして今よりも倍のヘリコプターが24時間、離着陸できるような状態になって、そしてそのすぐそばにさらに大きな海洋科学基地ができてしまって、そこまで実効支配力を高めさせて、あと日本が何を言うんでしょうか。この島は、ね、私たちの主権がかかっているんです。国家としての誇りがかかっているんです。韓国に言い分があるならば、それはお互いの言い分をぶつけ合わなければなりません。そして国と国が話し合いをして、これは冷静な解決が必要だと思います。しかし言うべきことを言わずして、まさに暗黙の状態で、暗黙の了解を与えた状態でこういうことが進んでしまったとなれば、これは今までの日本国政府がやってきたこととは180度違う転換になってしまいます。政党が変わろうと、政権を取った政党が変わろうと、日本国政府として国の継続性というのは、これは続けていかなかったらば何の意味もないじゃないかと、これは何々党の問題ではなくて日本国の問題なんだということを私は強く感じています。ですから、まあ、今日はですね、まず最初に、この問題を取り上げました。これからも外務委員会でこの徹底的に私追及していこうと思ってますし、鳩山さんや岡田さんは何かおかしなことを考えてるんじゃないかと私は心配してるんです。ですからぜひこれをですね、皆さんに知ってもらいたいと思うんです。そして今までのところ日本のマスコミもこの問題をどこの一種も書いてないんです。
今日私が質問していろんなところから取材が来てますから、多少皆さんのところにこれから報道が増えていくかもしれません。でもなぜかとにかくこれだけの大事が起きているのに全く皆さんに国民の皆さんに伝わっていないんです。私はこれは国会議員として皆さんにしっかりとお伝えする義務があると、このように思っておりますし、このことで政府が韓国に対して間違ったメッセージを与えないようにしなくてはいけません。日本は隣国である韓国と友好親善を保たなければいけません。仲良くすればいいんです。でも本当の親善、信頼関係というのは嫌なことも言いづらいこともお互いにぶつけ合って、そしてその上で誤解を解いた上で信頼関係を作らなければ、これは友好親善などはありえません。仮初めの親善をしたところで意味がないんです。ですからこれはまさに国会議員の仕事、与党野党関係ありません。そう思ってですね、頑張っていこうと思ってますけども、ぜひですね、皆さんに一人でも多くの方に今竹島が大変なことになろうとしているということをお伝えをしたいと思います。資料もお付けしますから、ぜひご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。